皆さんこんにちは、ティムです。僕は今これは仙台の駅前のですね、商店街というか道を歩いています。これからこの仙台のこれ西口のロータリーのところを今歩いているんですけれども、ここからほど近いところにある仙台の有名なあのアーケード商店街があるんですけれども、アーケード商店街、交差点ごとに名前が順番に変わっていくんですけれども、今回はこの駅をちょっと北に上がっていくところから、クリスロード、マーブルロード、あと一番町のですね、商店街の方をずっと歩いていて、仙台区役所や、観光庁とかがたくさんあります。まあ江東台公園っていうね、こう有名な公園があるんですけれども、まあ、そこの辺りのところまで、歩いていこうかなというふうに思っています。最初は、西の方にずっと歩いていくんですけれども、まあ、仙台の本店がある有名な藤崎デパートという有名なデパートがあるんですけれども、まあ、そこのデパートまで行ったところで、北向きに進路を変えて、一番町の方を歩いていくと、北の方に歩いていくというような形になっています。ちょうどこれ一番町のあたりのところが、まあ、仙台でいういわゆる繁華街、飲み屋繁華街がたくさんあるようなところなのかなと。最初に歩いていくクリスルードやマーブルロードのところは、まあ、藤崎デパートに行くようなですね、まあ、あの通り道みたいな形の商店街になっていて、そこから北口に曲がっていたところの一番町のあたりが繁華街という形になっていて、ずっとまっすぐ歩いていくと、その江東台公園の入り口のところに仙台三越がありまして、まあ、仙台三越非常に大きな建物になっていたりするんですけれども、まあ、そこを目印にして歩いていくと仙台のまあ商店街のですね、アーケード商店街の街歩きが楽しめるんじゃないかというふうに思っています。ここがですね、多分有名な仙台の七夕バスになりますと、七夕のですね、飾り付けがアーケード商店街なので、まあ、天井から吊り下げられて非常に綺麗な、街並みになるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、今回の動画ですね、もしいいなと思っていただいた方は、動画にいいねのボタンと、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録の方もお待ちしています。前回から仙台の街歩きの方を、お楽しみいただいていますけれども、それでは、仙台の、まあ、アーケード商店街、まあ、仙台の、繁華街の街歩きの方をお楽しみください。
I'm standing.
know that I haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright. 'Cause I know that you deserve much more. I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can show what you mean to me. 'Cause I don't know what to do if you go. Ooh, ooh, ooh. I just don't. So selfish, I made you believe that you're not good enough, but you're all I need. I'd take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one more chance, I swear.